どうも、うずです。皆様、大切なカメラやレンズの保管をどのようにされてますでしょうか。まあ、カメラ、レンズマニアの方は、基本的には防湿庫といって、湿度をね、しっかり保てる保管スペースに保存している方が多いと思うんですけれども、まあ、中には簡易的なボックス、家電量販店とかアマゾンとかでもよく売ってますけどね、そういったものに入れて保管している方もいらっしゃると思います。まあ、ただそういったボックスに保管していたり、私もよくやってしまうんですが、こういったカメラバッグです。撮影を終えて帰ってきて、カメラをね、SD カードとか記録カードを抜き取って、カメラレンズはそのまま、このカメラバッグに入れっぱなしでしばらく置いてしまうって方も多いと思います私だけかな。そんな時に役立つのが、やはり除湿系のアイテム、よく使われるのはシリカゲルっていうやつですよね。私、猫ちゃんの餌ボックスがあるんですけど、自動餌やり機、あれが栃木の自宅にあるんですけど、あちらにもシリカゲルを使っていて、まあ、その餌のね、鮮度を保つように利用してたりするんですが、これ非常に役立つ昔からあるものですね。なんですけど、今回紹介するのはキューブという、ファイ、こちらこちらね、新しいアイテムなんですが、これ幕開けで販売される形になります。まずはで、私もこれを送っていただいてからまだ試していないので、早速これから試そうと思うんですけれども、まあ、サイトを見ていると、珪藻土の8倍もの吸湿力とか、レンジでチンすると5分でね、復帰する素材らしくて、なんかすごい石らしいんですよ。で、なんかボックスの中にね、入れとくと15分で 20% も除湿してくれるそうなので、まずはそれ試してみようかなと思います。はい、じゃあお試し用に、今簡易的なね、ボックスにカメラとレンズを一つずつ入れて、湿度の方がですね、まあ今結構部屋の方は下げてあるので54ぐらいかな、湿度なんですけど、ここにこちら新しいね、このキューブを入れた状態で、よいしょ、これね、蓋ちょっとここしておいて、まあ上ちょっと押さえるんですけど、どれぐらい湿度の方が下がるか確認してみたいと思います。で、時間の方は15分もね、やってみたら十分かなと思いますので、こう置いた状態で今、閉じてますからね、閉じた状態で湿度が下がるのかどうか確認してみたいと思います。はい、ではタイマーの方鳴りましたので、ちょっと中の方を確認してみたいと思います。はい、どうかな。湿度の方は、うん、まあもともと高くなかったからね、まあそこそこなんですけど、4% 下がりましたね。ということで、しっかりと吸い取りはできてるのかな。ちょっとね、レンチンした時に私がね、フィルム溶かすぐらい温めちゃったんですけど、はい、まあ湿度保てる感じですね。 4% 下がったのは大きいと思います。 54% からだからね。で、このキューブなんですけれども、石の方がウェットになってる場合は、この中央のところが水色になります。で、乾いた状態になってれば白色になりますので、まあこれ水色になったらレンチンをすれば、まあこの白に復旧するっていう形ですね溶かしちゃったけどね、ここのパーツ石は石でね、そのまま使えるけどね。はい、こちらキューブをレンチンでね、温めるときには、ここの頭についてるやつですね、このパーツをこう外せますのでこれね、ちょっと気づかずに私やっちゃったんだけど、外して、まあ、こっちだけでね、レンチンしてもらえればしっかりと繰り返しね、使えますので、で、レンチンの方が終わったら、またここ再度ね、はめ込んで、湿気の多そうなところにポンってね、置いとけば完璧に使いこなすことができますので、はい、そんな感じで使えますね。はい、で、あとはこのキューブなんですけれども、今レンチンしたやつね、またドライになった石なんですけれども、このキューブだったら、こういったカメラバッグの中にもポンとね、入れておくだけで除湿をしっかりしてくれますので、まあ本当に雨が多かったり湿気がね、多い部屋とか外とか使う時に、まあ、常に入れておけば安心して移動できるし、保管しておくことができますね。まあ、繰り返しあとは使えるってところ強いですよね。繰り返し使えて。今ちょっと入れただけなんだけど、これわかるかな？もうね、湿気がね、少し溜まった感じになる。まあ、だからそれぐらい、結構湿度がね、こもってるかもしんないね、バッグの中ね。うん、すごい。まあ、ちょっと入れとくだけで全然水的な要素をね、吸収してくれるね、こいつね。超働く。はい。で、今回紹介しているこのキューブに関しては、紹介の内容、まあ、幕開けなんですけども、リンクをいつものように概要欄につけときますので、そちらの方で確認してみて、興味が湧いて欲しいなと思ったら購入してみてください。
まあ、私もとりあえず、カメラパックの中に忍ばせとこうかな。うん。って感じでございます。2つ入れちゃえ。2つ入れたらめっちゃ吸収しそうだけど。はい、ご視聴ありがとうございました。普段からこんな形でカメラ、あとはガジェット関係の紹介をよくやってるんですけれども、趣味、興味がある方は高評価、チャンネル登録してみていただけるとありがたいです。最近ツイッターの方もブルー登録しましたので、そちらの方でも短い動画とか、あとは情報発信、引き続き行いますので、かっこ旧ツイッターのフォローもお願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。まあ、今回私の検証でね、完全密封じゃないボックスで試しちゃったので、まあ、効果はほどほどだったんですけれども、まあ、いろいろと除湿できる石としては使い道があるんじゃないでしょうか。うん。まあ、いい商品だと思いますね。